フォート・インディペンデンスは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンの、港湾防衛のための河口岩でできた星型要塞。アメリカ国内で、イングランド系の要塞で最古のものの一つである。1634年、最初の要塞が建てられ、1701年、キャッスル・ウィリアムと呼ばれる、より耐久性に富む建物に建て替えられた。18世紀後期のアメリカ合衆国の独立の頃、 イギリス軍により遺棄されていたが再建され、キャッスル・ウィリアムは、ホート・アダムズ、その後、ホート・インディペンデンスと解明された。1833年から1851年にかけて、花崗岩で再建されたものが現存している建物である。現在は、修立公園となっており、イベントなどで大砲が撃たれることもある。1970年、 アメリカ合衆国国家歴史登録罪に認定された。ホートインディペンデンス1634年以降、キャッスルアイランドは様々な要塞の地となっていた。最初の砦はドーチェスターのロジャーラドロー副知事とジョン・メイソン大佐により設計及び監督され、土星の砦内の大砲が海からの攻撃からボストンの植民地を守っていた。1634年、最初の司令官に、 ニコラス・シンプキンス大佐がついた。直後に最初の砦は修復不可能なほど崩壊し、1640年代、主に木製の砦が再建された。当時、聖火砲が6台と、より小さな銃が3台あった。1645年、リチャードで文法と大佐が司令官となったが、1665年、砦にいる時に雷に撃たれ亡くなった。 1665年から1686年、ロジャー・グラップ大佐が司令官を継いだ。1701年、木製の砦は取り壊され、レンガの砦に建て替えられた。この砦は、アメリカの植民地のイギリス軍所属の主任技術士、ウォルフガング・ウィリアム・ロマーが設計した。以前は、ザ・キャッスルと呼ばれていたが、1701年により大きな、 取りに建て替えられてからウィリアム三世にちなみ、キャッスル・ウィリアムと呼ばれるようになった。アメリカ合衆国の独立の数年前、ボストンの情勢不安からキャッスル・ウィリアムは、イギリス交換の避難所となっていた。1765年の飲酒法や1770年のボストン虐殺事件などが、地方のリーダーやイギリス兵らを脅かしていたのである。再建されたキャッスル・ウィリアム。 アメリカ合衆国の独立以降、フォート・アダムズとも呼ばれていた。1775年、独立運動が勃発し、アメリカ軍はすぐにボストン包囲戦を開始し、イギリス軍はキャッスル・ウィリアムを主要な要塞として占拠した。しかしジョージ・ワシントン率いる大陸軍がドーチェスターコーチの要塞化を進めたため、キャッスル・ウィリアムは脅かされ、1776年3月、 イギリス軍は砦に火を放ち崩壊させて、ボストンから撤退した。イギリス軍撤退後、年内にアメリカ軍により再建された。この頃まだキャッスル・ウィリアムと呼ばれていたが、合衆国の独立後数年内には、正式にフォート・アダムズと改名された。1785年、マサチューセッツ議会は砦を刑務所として使用する決議をし、1805年まで続いた。 1797年12月7日、アメリカ合衆国大統領ジョン・アダムズが出席した祝典で、ホートインディペンデンスへの解明が発表された。翌年、取出と島は国の所有となった。1800年から1803年、港湾防衛局により改築及び増築がなされた。1811年12月のアメリカ合衆国陸軍長官の記録によると、 石造りの正五角形の要塞で42台の大砲の他に6本の銃のための2台の砲台がある。米英戦争の間、イギリス海軍艦隊はマサチューセッツ湾でアメリカの商船や漁船を脱砲し続けていたが、ホートインディペンデンスのあるボストン港は攻撃しようとしなかった。米英戦争中、オハイオ州ブレックスビルの名の元となったジョン・ブレック大佐は、 フォートインディペンデンスの司令官となった。1852年、完成直後のフォートインディペンデンス。この建物は現存している。1833年、港湾防衛局により、軍事工学の第一人者であったシルバナスタイアー大佐の管理で、現在の建物の建築が始まった。高さ30フィート、厚さ5.5フィートの壁が建てられることとなった。 主にマサチューセッツ州ロックポートの加工岩を使用し1851年に完成した。19世紀半ばの南北戦争では射程距離3マイル以上の15インチのロットマン岩などの大砲96台を積むのに耐えうる高さと強度を兼ね備えていた。1861年に南北戦争が勃発し、フォートインディペンデンスは マサチューセッツ志願民兵第4部隊が配属された。不評や大砲の訓練をし、第24部隊の中心部を結成した。南北戦争中、第11部隊及び第13部隊の少なくとも2部隊がここで訓練した。南北戦争後、同じくタイヤーが監督した、より大きなフォートウォレンが完成し、フォートインディペンデンスは次第に使われなくなっていった。 1880年代、造園家のフレデリック・ロー・オルムステッドは、エメラルドネックレスと呼ばれる、パークウェイや公園などを設計した。オルムステッドは、東の新たな土手を通り、キャッスル・アイランドと接続する、パークウェイとなるドーチェスターウェイが、エメラルドネックレスとつながる計画を立てた。ドーチェスターウェイは実現しなかったが、1890年代、ボストンは、 ホートインディペンデンスを公園にする大計画を立てた。1890年、取り出を除くキャッスルアイランドは国から譲渡された。ボストン市はキャッスルアイランドをサウスボストンから隔てている湿地帯の埋め立てを開始し、緑地帯や散歩道を作ることとした。1920年に完成し、キャッスルアイランドは島ではなくなった。1908年、 鳥では連邦政府からボストン市に譲渡された。ボストン港から見るキャッスルアイランドとフォートインディペンデンス1898年、米西戦争の間、アメリカ政府は短期間キャッスルアイランドを取り戻したが、1899年にはボストンに返還された。第一次世界大戦及び第二次世界大戦の間、再び民兵が フォートインディペンデンスに泊まり、校舎法が設置された。鳥では、第一次世界大戦中は主要な銃弾庫、第二次世界大戦中は、アメリカ海軍の小児局として使用された。戦後は、ロストンに返還された。1962年、アメリカ政府は、キャッスルアイランドとフォートインディペンデンスを高級的に、マサチューセッツ州に譲渡した。現在州公園局及び、 非営利団体キャッスルアイランド協会が管理している。ちなみに、この長い歴史の中で、実戦でアメリカ軍により、フォートインディペンデンスから砲撃が行われたことは一度もない。エドガー・アラン・ポーのよく知られた作品の一つにフォートインディペンデンスが描かれているとされる。西の砲台近くの記念碑には、1817年12月25日に、 ロバートカイ・マッシー中尉が決闘で亡くなったと刻まれている。民族学者、エドガー・ロースノーによると、ホートインディペンデンスの兵士たちの間でマッシーはとても人気があり、マッシーが殺されると兵士たちは、相手のグスタフ・ドレイン中尉を、砦の地下の壁に貼り付けにした。エドガー・アラン・ポーが、アメリカ砲撃第一部隊として、ホートインディペンデンスにいたとき、この話を聞いて印象に残り、 アモンティリアードの酒だるを執筆したとされる。確かに決闘はここで行われたのだが、勝者となったドレインは兵士たちに殺されずに民兵として務め続け、後に退散に昇格した。第二次世界大戦後、マッシーの遺体はマサチューセッツ州エイヤにあるフォートデブーンズ墓地に移動された。ありがとうございます。